5000円。これはもっと下でいいんですか？5000円じゃ売らないでしょ。6000円。シルバーも入ってるってよ。これも5分3名ですか？6000円。はい、ありがとうございます。あ、ミッキーだ。ミッキーの幻のブローチ入って、右風呂、右風呂。あ、ウェッジウッドも入ってるよ。ウェッジウッドもダフス。あー、ルック、こういうのシルバーだってするんじゃないの。2本で6000円。じゃ3本目、今6000円。ミッキーとかウェッジウッドとかいっぱい入ってる。6500円。 お姉さん、さすがサンゴあるかい。サンゴ15、サンゴ15、これがサンゴ、サンゴ15、15000円。怖かったい、怖かったい。サンゴ15ですよ、15000円。なんかあるかい。じゃあ、これじゃあ1個ずつ、じゃあ1個ずつ、サンゴも入ってるからこれで4000円。3000円。根本さん、で、琥珀なので、パールもすごい高いから4000円。3000円。サンゴで後藤さん。で、最後石突き、これちょっと少ないように見えるけど、これ3000円。そういうやりですけど、大丈夫ですか？あれ？あ、トンボがいい。トンボがいい。フェリーバッグ。これ、製品としてブローチとかで売れるよ、これ。売れるよ。ハワイ・ダビッドさんみたいなやつが。売れるよ。あ、これいいから。コインがあるよ。じゃあね、これ一晩いきますよ。お安く言います。5000円。え、想定がね、ずるしますね。5000円。コインが外れたよ。じゃあ一応、今見てるからやってみようか。3000円。3号。大丈夫ですか？これ重くいるよ。何？コインが2枚。コインが2枚。え、本物ですか？コインが入っちゃって、これで、下から3000円。あれ、興味ないの？予定が狂っちゃうよ。で、2本いきますか？2本で、ね、2本。あ、2本です。了解。じゃ、2本で5000円。そんな、6000円。ちょっとやりづらかったんだね。でも3000円ぐらいでやっていないんですよ。なるほど。皆さん覚えました？ドボン3000円。ほら、いいじゃん、この番組。これいいの？買っちゃえばいい。買っちゃえばいい。ごめんなさい。はい、2番でいきますよ。まあ、予算ありますけども、下からいきますから、3000円。ちょっと。顎は3000円ですね。顎は6000円なんですけど、声出しやすいように3000円から言ってるんですけど、じゃあもう顎で言っちゃいますよ。6000円。6000円。顎。そうするとみんな参加できなくなっちゃうでしょ。上がればいい。残りは上がればいい。そうですよ。じゃあ残りは上がるだけ。じゃあバンバカ行こうかな。だね、これ入ってるから。それができますから。残り2番ね。2番で7000円。6000円。はい、安定の根本さんです。これね、ブローチが単体で結構高く売れるんですよ、こういうのね、うん、じゃあこれ6000円。根本さん、ロックコーンって言えばチャンスが見えてきますからね。
六五って心の中で唱えてください。お、これいいじゃないですか。なんでちょっと気持ち悪い感じで。ほら、プロ。で、この二つで六千円。六千円。ありがとうございます。なんかシーンとしちゃってるけど大丈夫？大丈夫そう。大丈夫です。順調です。順調。順調。順調です。じゃね、これ2本で8000。じゃ6000。ありがとうございます、根本さん。なかなか切り崩せませんね、この雰囲気。で、これ最後は3本ですね。3×3 で1万円ですね。これで最後いいんじゃないですか。いいですか？いっちゃいますよ。あ、これブローチも入って。これはもう最後頼むんじゃない？いつも通りの値段で言いますからね。いつも通りのお値段で3本で9000円！何にも変化がないっていう。9000円！そのまんま、そのまんま。神様